こんにちは、沼です。パープルアプリやっていきます。今回は落合輝かして会いきたいと思います。進む、寺道、トーチ、落合、本場、そしてミンミンと、で今回はガジェット落合にフィーチャーを当てていきたいと思います。先日ガチャで50になった時に、あー使いたいなーっていう話をしてたんですけど、ずっと先送りになっていたのでここでやらせていただきます。練習効果30、敏捷ボナ6、そして初強化80、筋力ボナ、肩力上限、得意練習率アップと、まあ、本当にモリモリのテーブルになっていると思います。アベヒ、パワヒ、窮地、一発逆転、チャンスボールと、コツもいいものが揃っているので輝けるんじゃないかなっていうところと、あとはこういうね、普段あまり使われないようなキャラをこうご紹介させていただきながら、いろんな動画撮れたらなと思ってます。で、まあ皆さんにどう映るかわからないので、いや、お前は最強のデッキだけ作っとけっていう感じの方ももしかしたらいるかもしれないので、ぜひそのあたりは、もしいいなと思ったら高評価、そしてコメントで教えていただけたら嬉しいかなというふうに思います。あとは落合はちょっとアンドロメダでも使ってみたいかなという感じはしています。招きとあとはお守り持ち込みですね。さあ行きましょう。いや結構ずっと押してるキャラで、ただやっぱ筋力と走塁の練習っていうのは使い勝手悪いのはまあ間違いないと思います。ただそれを差し引いてもどうしよう。これ本番号行く、ミンミン先行く、いやこっちだな。それを差し引いても、やっぱりその本番子がね入ってきたことによってこう評価がかなり変わったキャラの一人なんじゃないかなって思います。回復ありがとう。ただ帰ってくれないからまだ足りてない。からの、お、すごいぞこれ。そこら中に人がいる。よし、これでとりあえずスポクラ OK と。早。とても早い。あー、まあまあ、これはありがたいか。ちょっと体力もなくなってきてますからね。やっぱレンちゃんとか、あとは他の、マイベで回復してくれるようなキャラがいないので、お、サッカー最高じゃないですか。寺道いいよ。何にもしないでもいけそう。ありがとう。え、強いじゃん。わー、両方ともいい。まあ、こっちに行くべきだとは思いますが、両方ともいいですね。寺道もいるから、これ、サッカー移動させちゃうか。うん。そもそもこれがいらないからね。OK。まあ、20には届いたと。よし、ナイス。これで、成果の出現率も上がりました。あとはまあ、スケボーしながら告白待つ感じか。ああ、強い強い強い。それはめっちゃありがたい。これはいい感じで進んでますよ。ありがとう。うん、いいですね。告白して。うわあ、ここスルー痛いな。成果いる、ナイス。これはマジで万に一つも怪我すんなよ。フラグじゃなくて。ここで拾って回復はだいぶでかいからね。よし。頼む。戻して。戻して。戻して。おーい、戻してよ、ここは。はぁ、しんど。からの反論する。お、いいよ、このタック。はぁ、弱い。弱い。ふわー、弱い。これは、ここでいいですかね。で、肩でしたよね。まあ、なるだけ上げてあげましょう。で、ボクシング踏みます。結構いろんなものが、ゲージ進んでいるので、いいね。で、技術にした方がいいかな。技術いらないかな。敏捷精神かな。帰らしておきます。上でもよかったかな？わからん。はぁ、あ、はぁはぁはぁ。なんか、めちゃくちゃ来るな。レスリング取っていいですね。で、筋力入れちゃいましょう、先に。で、成果は告白早してくれ。タック頼むよ。ナイス。肩。いやー、素晴らしい。それはマジで素晴らしい。
入れてあげたいぐらいだな、卓球。ただまあここはシンプルに行きましょう。次のこともあるんでね。いやでも卓球入れてもいいかもな。めっちゃ技術欲しいわ。ただどこに入れるかが結構問題で。どれもこれも必要だな。まあこれか。素晴らしい。これはマジナイスタックですね。オッケー。頼む。告白して。これ順調だから。そして、落合の筋力タックマジで期待している。ほわーはー、ミンミン、いいね。ラグビー取ってもいいし、ミンミン取ってもいい。いやー、これはミンミンだな。次、来る保証なんて1ミリもないですからね、タック。いやー、いい。あとは、あれですね。早めにスケートボードを終わらしておきたい。よし、悪くない。全然1ミリも悪くない。276にめちゃくちゃ出てますね。しかもまたタックしたと。あ、どうした？トーチ成果がすごい荒ぶっているんだが。サッカーの効果がもう存分に出てくれてますね。成果がえらい主張してきますね。オッケー。それ自体はマジでありがたい。おー、ラパワー。うわー、告白して。肩、これ強いな。ボクシングが全くと言っていいほどいりませんが。まあ、踏める位置に持ってきましょうか、これ。OK。ゲージ的にはまだどうにも満たないか。おだてまくるですね。全然進まんやん。フェンシングは落合が、まあ担当してくれているので、ボクシングですかね。さっさと終われると、ここも強いので、精神入れられるし。粘り打ち。で、チームメイト評価上げましょう。落合が、行きそうでいかない。わー、ありがたい。彼女になってない。うわー、彼女なってくれてたらなー、これ結構ポイントが違うんですよね。成果。入れ替えはもう無理っすもんね。フェンシングか。まあいいか。拾いましょう。成果まだかな、マジで。この肩タック強いぞと。やたら人絡んでますね。やたら人絡んでんな。どうしよっかな。上げれるだけ上げて。いやー、これ体力の消費、とんでもないな。ちょっとバカしとんでもないですね。早めに拾ってあげられるといいけどさ。さすがにそんな無理しなくてもいいわ。OK、次の4もこれ取りたいですからね。シンプルに。反論する。成果あと2ターンよ。ここの活躍はもう存分に分かったから。存分に分かったから頼むから、本職のところで活躍してください。こんだけ踏んでるしね。評価もマックスいってるんだけど。あとイベももう、うおー、あとイベももうないんだけど、イベント。マジか、これでスカは結構痛いな。うまくいってますからね、ここまで。どうしよう。まあ、進むの評価にしましょう。バレーボールもうまいですね。お願い、間に合ってギリ。
はい。うわー、間に合わないかー。ここ頼む。ここ。ここは、マジで、お願いします。バレーボールと、あとは、一応、こっちの方がいいかな。競泳踏んどきまーす。はっ。うーわ。めっちゃ痛え。ここまで順調だったけど、これでだいぶ戻された感はありますね。ただまあ、言うてもまだ強いな。言うてまだ強いな。うん。本祭でほぼオール B 来てるしな。言うてまだ戦えますね。オッケー。ほんと、もうほんとデートさせて。辛い。辛い体力が。もう体力が持ちません。お願いします、そろそろ。うわぁ、きっつ。いやー、なるほどね。これもう後ろ行くしかないから。うん、まあ、なんかすごいしんどい思いさせられてますね。ようやく。くそー！悔しい。からの。ああ、なるほどね。これは、成果にしましょうか、さすがに。体力的にもね。ナイス。もうちょっと早く来てくれたらな。6000点は一応出てますが、かなり失速しましたね、途中。うん。素晴らしい。で、ああ、取れますよね、やっぱ。さすがに取れるよな。よし、OK。いいでしょう。落合のタック決まってくれました。あんことのダブルタック。普通に素点がめちゃくちゃ高いっていうね。オッケー。この5のタックで全て許そう。全て許した。いやー、このダブルタックは強烈。サッカーとこれ卓球入れたらとんでもないタックになりますけどね。さすがに、もう技術絶対余るからな、そこまでしなくていいよな。って思っているんだけど。技術余るよね。なんか他を進めた方が圧倒的にいいような気がする。よし、OK。ただこのダブルはマジで強かった。ああ、微妙ですが、まあ、ここ普通に強いので入れたいなっていう。どうしよっかな。育てたいものを入れるのか、まあ単純に踏んでもいいか。うん、入れ替えでしっかり何か手に入れましょう。ボクシングでもよかったかな。あ、強っ。うん。バレーボール入れようかな。ちょっとまあなんか本当に難しい配分が。体力抑えてえな。こっちですか。うん。これでまあある程度体力は抑えながら進めれるはずです。はい。ラブファンも入ってますしね。OK。で、戻しましょう。デート全然してない気がする。デートがゼロな気がするので、ここはしっかり行きたいのと。落合ももうちょい活躍してほしい。目に見える活躍はできてるけど、できてないとも言える、今。ああ、ミンミンか。ああ、フェンシングね。これさ、何人いる ?3 人か。はあ、難しいな。取ってもいいけど。3人だったら入れ替えもありですね。
テニスは遠いかもな。まあ、いっか。おお、いけたいけた。ナイス。オッケー。からの、寺道が、許されるよ。ナイス。一旦で全て許します。ああ、強いね。しかも5じゃん、これ次。なるほど。普通にそのまま行けば良さそうですが、体力的には大丈夫かっていう。取り除かないとちょっと厳しいかもですね、後で。で、得点自体は減ったんですけど、次のタックも取れれば、総合的にまあ、高まるっていう話ですね。バドミントンで筋力を。筋力ちょっと足んないかな。わあ、いいよ。あー、来ました。入りました。この人たちの夢のタック。これを待ってるわけですよね。落ちやいいじゃん。マジでリフターの代わりまではわからないですけど、普通にいないんだったら使ってあげていいキャラだと思いますね。めちゃ強いわ。よかった、良さ出て。結構何回もやり直しましたけど、良さ出てきてよかった。メンタルか。メンタルだと全然だな。あー。ここで競泳終わるのはちょっともったいなさすぎますからね。デート多分してないし、行こう。うん。あと2回はこのセクションしたいな。一番点いきましたね。素晴らしい。ここ4か。これは取ろう。バスケットだね。そろそろもマジでバスケットしないとやばい。よし、オッケー。筋力でもいいよ。打撃でもいいよ。何でもいいからタックして。ナイス。あー、どういう感じ？はぁ、あ、はぁはぁはぁ。これまとめて全部終わっちゃうのちょっと問題かもな。あーでもラグビー回ってくるか。あーでも4月2週か。4月の2週は嫌なのと結構もう終わってんなこの辺。うん、オッケー。じゃあ、96取ってるんでオッケーで。まあこんなもんで。大丈夫ですね。うん。めちゃくちゃいいんじゃないですか？取り方も悪くない。ちょっと敏捷多すぎるけどね。お。敏捷多いな。さすがに敏捷多いな、やっぱ。ここは踏んでくゾーンにしましょうかね。サインサッチ？サインサッチじゃねえや。あれくらい取ってあげればよかったか。はぁ、あ、はぁはぁ。ここは一回デートしましょう。まあ、悪くないんじゃないかなっていうのは、ちょっと敏捷多すぎますね。盆栽でこんだけ余ってるんで、まあ、かなり多めだと思います。ただ点数はめちゃめちゃ出てますね。やめて。OK。で、ああ、いいですよ。これは拾うしかない。拾う以外の選択しない。アーチェリーも折れますね。いや、積んよ。これはなかなか、電光石火取れそうだな、この感じだったら。これはなかなかいいんじゃないでしょうか。まあ、金徳は取るよな。どう考えても。プレッシャーランとか取りたいな。よし、オッケー。これは、ありがたい、大きい。さあ、さあ、さあ、デートも恋数が残っているので、気にはしなきゃいけないんですけど。なるほど。これは微妙ですね。一回デートします。うん。デートの回数が残ってれば残ってるほど、これ行きにくくなるんで。まあ、ちょっと考えたいなっていうのと。これは一撃ではいけるけど。
どこからどう攻めようかな。もう一回デートですね。で、あと一回だよね。多分。うん。なので、まあ、これで多分整いました。で、これ4は行きたいと。ミンミンかな、多分取るんなら。で、これで終われますね、ちょうど。対左。筋力使いすぎかな？まあいいか。よし、オッケー。で、うまいこと体力消費して、は、強い。こっちもこっちで強いし、こっちもこっちで強いし、体力うまく消費したいし、どうだろうな。これを取り除くメリットってないんですよね、今、現状。しんどい思いするだけなんですよね。まあ、普通に行くか。まあ、体力を消費したら、いやー、ちょっと、ラグビーとあれが、位置関係が遠いな。で、ここはコンピュータに任せちゃいましょう。ちょっとサクチャレになれると、サクチャレっていうか、イベントになれるとなかなか。安倍比いいかな。行きましょう。結構いい感じ。点数はめっちゃ出てる。いやー、落合やれますね。落合やれますね。リフター、まあ、リフター、いればリフターだと思う、本当に。やれないことは全然ない。これも強いんじゃないですか、普通に。まあ、こんなに進めなくてもいいかもな。ただ、まあ、やるならこの辺で仕掛けたい。感じはしますね。これ仕掛けてみるか。これいけるかもな。普通にいけそうだな。ちょっと踏んじゃいましょう。多分いけるな。ここでいいよな。あ、でも体力消費をしたいので、こっちか。多分大丈夫だと思うけど。あ、決まりました。350、多分。多分ですけど。多分決まったなと。オッケー。しっかり決まりました。で、あとデートとか、うんぬんを繰り返して。で、残りが2、4、6か。まあ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 。大丈夫でしょ。安倍比取ったっけな、多分。まあ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 、これ相当いい感じなんじゃないですか。安倍比取ってないわ。安倍比取ったかと思ってたわ。いい感じですね。支柱。結構ポイントバランスも、まあちょっと精神欲しいか。ただまあ悪くはないですね。行きましょう。はい、勝てました。次行きましょう。オッケー。メンタルミンミン、メンタルミンミン。無理か。さすがに無理か。そんな都合よくはいかないかと。ただ、ここに、フェンシングは 100% 割れますね。持ってくれば。ただ、そんな 100% 割るものを持ってきてもしょうがないので。どうしようかな。バドミントンでもいいような気はするな。バドミントンか、まあ、確実性を取るならこれか。
あ、オッケー。余裕ですね。バドでよかったかな。で、あと1個と。はあはあはあ。その4はうまいし、これ多分フェンシング、フェンシングじゃねえか。まあ、ここは成果終わりましょう。内野安打は OK です。結構早い。まあ 100% 余るっすねって感じ。ただバランスは、まあまあいいように見える。いきますか。はい、勝てました。次行きましょう。OK。4のタック。強いな。まあ、万に一つもミスりたくないけど、これ。怪我しにくさ20取りますか。で、まあ、体力のことを考えればこっちですけど、まあ。ああ、でもこれ。6% まで落ち込んでいるな。精神欲しいよな、でも。いやー、でも、敏捷がいらないからな。どうしよう。200点取れるけどなー。まあ、6% を信用しましょうか。ああ、いいっすね。からの、ほう。ああ、強いわ、これ。これよくこんなん持ってきたな、ここに。これは 100% 体力はなくなるけど。技術敏捷。ああ、そういう感じのからくりですか。フェンシング終われるんだけど、持ってこれたら。2か。守備で1、2。ここまでか。この技術の、あれまでですね。あー、悩ましいなー、これ。この消費体力をどう考えるか。フェンシングを取りたいのか、次のタックに期待したいのか。期待したいよな。当然ながらこれ次のタック期待したいよな。なので、そう考えるとどっちかっていうとこっちだと4をもう一回踏めるっていうメリットが、まあ大きいメリットが。まあ体力が持つかどうかっていうのはありますけどね。こうしよう。よし。頼む、この次もお願いします。この次も、月をください。で、パワーヒ取るかな。パワーヒまだいいか。弾道4でなんとかなるか。3目、へっすら。一層とか取ってんのか。まあ、相当いってますね。いけますか。はい、勝てました。次行きましょう。ここが重要。ここが重要。ほう、これは欲しいな。こう次タック起きるかわかんないんで、これも攻めるしかないっすよね。っていう。この400いくつはめっちゃ大事だな。404か。これで運命変わるわ。16は通せるでしょ。はい。OK! しかも次も3っていうね。ワンチャンあるっていうね。ないか。さすがにしんどいか。まあ、だいぶ良くなりましたね。行きましょう。はい、勝てました。次行きましょう。OK。ワンチャンある。メンタル。メンタルはないか。これ 25%。まあ、当然、行きましょうって感じか。当然、行きましょうって感じか。あ、フェンシングも絡んでますしね。これは、まあ、行くしかない。これは、まあ、ドツボにはまるかもしんないけど。安倍比取りたかったな。全然筋力いらんわ。こうなってくると。2打はしんどいな。行きましょう。はい。ナイス。完璧っすね。安倍比ください。
うわー、キャッチャー。これキャッチャーきついな。取ったんじゃないか、先に。うわー、阿部紐取ってるわ。これは墓穴掘りましたね。っていうのと。まあ、一回ぐらいはやってもいいか。どっちかというとこっちか。うん、頑張ったおかげでちょっとこれができる。やめて。あー、外れじゃないけど、しんどいな。ちょっと今、精神はしんどいですよね。ただまあ、これはもう取るしかないか。うん、今外したらアウトっすからね。あー、バランスを著しく崩したな。しかもアイコン取れねえし。はい。競争心取ってもこの状態か。ボロボロですね。行きましょう。はい、勝てましたー。ということで、なんとかなりましたね。いやー、落合がうまいこと回ってくれました、本当に。結構やり直しはしましたけど、やっぱり、うまく回せるキャラの一人だと思いますね。どんなもんだろう。うん、2万点出ました。いいよ、落合いいよ。皆さんもぜひ落合を使ってみてはいかがでしょうか。で、僕のボンミスでちょっと技術が少なめになってしまったんですが、まあ、まあ大丈夫か。筋力はいらんよね。あー、いらないけど。いらないけど、なんかしんどいな、これ。こんなもんにするか。はい。で、切り込み隊長。チャンスメーカー取ってたな。いいでしょう。はい。腹の、バント。あと何取れんだろう。あと何取れんだろう、マジで。海岸2回して、この感じなので、まあ、そんなに言うて悪くのはないんじゃないのかな。あと1個。かく乱。取ったら終わりか。ささやき取れないのちょっと痛いですけど。まあ、頑張った方じゃないのかな。かく乱取りましょう。これ、固め打ち無理かな。晩食はいける。ああ、固め打ち無理か。固め打ち17だな。まあ、こんなもんですかね。うん、まあ、頑張ったかなと思われます。はい。はい。で、5、10、15、17だ。落ち合い入り。おー、まあまあいいんじゃないですか。これ盆栽だったら。っていう感じでですね、まあぜひ落合も使ってみてください。普通に回ると思います。結構いろんなキャラがこういう感じで、常設でも埋もれているキャラいるので、まあそんなキャラたちをね、ご紹介がてらにね、強い選手できたらいいななんていうふうに思っています。で、まあ、こういう回がね、繰り返しにはなりますが、皆さんがどういう風に感じるかわかんないので、お前強いのだけ作っとけ、なのか、まあ、こういうね、いろんなフィーチャーする回もね、あってもいいですよ、なのか、ぜひコメントに書いてっていってください。で、ちょっとでもね、よかったという方は、ぜひ高評価してっていただけたら嬉しく思います。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価、コメントで応援いただければ嬉しいです。また Twitter のアカウント名をコメント欄に書いておきますので、フォローください。また次の動画でお会いいたしましょう。